イースト・フィンチリー駅は、ロンドンのバーネット区にある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、トラベルカードゾーン3に含まれる。ハムステッドガーデンサバーブ、ミューゼルヒルの両地区への足として利用されている。エッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道によって建設され、この鉄道会社を継承したグレート、ノーザン鉄道により1867年8月22日、ミドルセックスに、 イーストエンドとしてフィンズベリーパークからハイゲート経由でエッジウェアに至る路線上の途中駅として開業した。1886年にはイーストフィンチリーに改名されている。1921年鉄道法により、イギリスの鉄道会社はビッグホーと呼ばれる4社に再編され、当駅は1923年からロンドンノースイースタン鉄道の駅となった。 当駅から北のハイバーネット支線は1935年に始まったノーザンハイトと呼ばれる開発計画の一環としてロンドン地下鉄の路線網に組み込まれた。ロンドン地下鉄の乗り入れに備え開業時からのビクトリア様式の駅舎は取り壊されチャールズ・ホールデンが設計したアールデコ・ストリームライン・モダン様式の駅舎が新築された。この時、当駅から南に ロンドンのスイスタン鉄道の既存線を経由してハイゲートに至りハイゲートから地上に建設される新線でクラウチエンドを経由してフィンズベリーパークに至る路線用としてホーム2本が追加され合計4本となったハイゲートからの新線は建設されないままに終わっているこのルートとは別にロンドンのスイスタン鉄道の線路の下にハイゲート駅に至る地下線を建設して 既存の地下鉄路線と接続、アーチウェイ、カムデンタウン方面に乗り入れる路線が計画され、この地下線だけが実現された。この改築により2面4線の配線となり、内側の2線が地上線、外側の2線が地下線用とされた。地下鉄の列車は1939年7月3日から、当駅への乗り入れを開始し、当駅より北の電化が完成するまで仮の終点となった。 1940年4月14日に東駅より北ハイバーネットまでの電化が完成し、ノーザン線の運転区間もハイバーネットまで延長されている。電化完成からしばらくの間は、ロンドン地下鉄とロンドンノースイースタン鉄道双方の列車が運転されていたが、ロンドンノースイースタン鉄道による運転は1941年3月2日に終了している。 ロンドンのスイースタン鉄道の運転終了後、内側のホームは当駅を起終点とする列車及び、当駅南にある車両基地に出入りする列車の発着に使用されている。第二次世界大戦後、ノーザンハイトの開発計画は中止され、ロンドンのスイースタン鉄道のイーストフィンチュリーからフィンズベリーパークまでの区間は、ロンドン地下鉄に組み込まれないままに終わり、 ロンドン地下鉄の列車がこの地上線を営業運転することはなかった。ハイゲートまでの地上線が1970年に廃止されるまで、転属のためロンドン地下鉄の電車がこの区間を通過することがあった。ホールデンが設計し、1930年代に建設された他のロンドン地下鉄の駅と同様、イーストフィンチリー駅はホールデンが、 ヨーロッパ大陸をこの頃に旅した際に見分した特にオランダ建築の影響を強く受けたものでイギリス建築の最先端を行くものだった東駅ホームは概ね北西から南東に向けてハイロードを越える築堤の上に構築されている駅舎は橋上構造で北東と南西に出入り口がある北東側の出入り口はハイロードに南東側の出入り口は コーズウェイに面しており、改札内に入ることなく、駅を通り抜けることができる。この駅舎の特徴は、駅舎とホームを結ぶ、半円形のガラス張りの階段で、この階段とデッキに見立てたホームで、駅全体が船のような雰囲気を持っている。ホームの構造と合わせ、船の選手職に似た、エリック・オーモニエザクの高さ10フィートの池の銅像が置かれている。この池の矢は、 ロンドン中心部を向いている。ロンドンバス 102,143,234,263,H3, スクールバス 603, 深夜バス N20 が当駅を経由する。アメリカのトーク番組司会者でシンシナティの元市長、ゼリー・スプリンガーは、ロンドン大空襲の最中、1944年2月13日に当駅内で生まれた、と主張しているが、 当駅は地上駅で防空壕としての機能はないことから地下駅である隣のハイゲート駅と誤認していると思われる。当駅はその独特の構造から映画などの撮影にもよく使われる。イーストエンダーズや1956年の映画ホームアウェイなどにその姿を見ることができる。ありがとうございます。